今回はサムライチャンネルとのコラボになっております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。荒木さんには以前コースでものすごいドライバーの球を見せてもらって動画にさせていただきました。まだご覧になっていただいてない方はぜひそちらの動画を先にご覧いただきたいなと思います。今日は私の視聴者さんからいただくコメントの中で多い質問の2つについて荒木プロに質問していこうと思います。その1つは切り返しの動き、そしてもう1つはインパクトからフォロースルーでクラブを立てていく動き、この2つが非常にコメントとしては多いんですね、荒木さん。なるほどですね。難しいですよね、うん、でやっぱりシャローをやるっていうとそのクラブを倒すっていう表現が今は多いかと思うんですが、はいはいはい、その倒し方だどうやって倒したらいいか分からないとか、はい、まあ、倒す意味もそうですよね、そもそも、はいはいはい、クラブを効率よく使うってところで倒していきたいんですけど、うんうん、はい、それがどうやってやったらいいか分からないとか、はい、荒木さんも今そういうふうに工夫をされてというか、はい、いろいろ練習をされてると思うんですけど、今日は荒木さんにその練習の方法とかクラブの使い方について、私のチャンネルでは切り返しで、このあと荒木さんのチャンネルでもインパクトからフォローの話もしていただこうと思ってますので、はい、ぜひ今日はよろしくお願いします。お願いいたします。それでも荒木さん、はい、まず、はい、そのバックスイング上げて、はい、切り返すときってクラブの動きのまずイメージなんですけど、はい、荒木さんどういうイメージされてますか？僕はもともとちょっとこう立ってしまうタイプで、はい、まあ、立つからこそ後ろに寝やすいっていう、そのクラブの感性で寝やすいっていうのはあるんですけど、はい、僕の中ではそれを使うタイプの方と、うんうんうん、それがやりにくいタイプの方っていらっしゃると思うので、はい、で僕は実は立つ方向でばっかりやってしまうとこっちもこっちも出てくるタイプなので、はい、そこで一番最初に気をつけたのが、まあ、スティック棒を使って、こういうスティック棒、まあ、僕の場合はクラブに刺した状態なんですけど、はい、これを作って、でバックスイングを上げていくときにそのスティック棒がボールよりも前側をちょっと刺す、うんうん、まあ、自分の中ではそうですね、この辺にあるとしたら下を刺してるってこういう状態になるので、はい、そこから先こうなる人はここから先切り返すときにスティック棒が後ろ、横前側ですね、を向くようにっていうイメージをまずするのと、はい、僕みたいな、タイプとしては最初から回転と同時に前側に作るっていう、はい、この2点があれと、切り返しのタイミングというか切り返しの時にクラブがうまく後ろに来てくれるかなっていうので、僕は、これをまあ後ろ前側にこう来ることでクラブが後ろに自分の背中側に来るっていうのを最初から作ってる感じですかね。なるほどですね、うん、そこをまず多くの方には僕は知っていただきたいなと思うんですけど、はいはい、大体その大きく分けて2パターンでいいと思うんですよ。そうですね、はい、立ててるところから倒していく、はい、寝かせていくよっていうのと、はい、いきなりもう寝かせるイメージを持つっていうのが大事ですよね、はいはい、そうですね、まあ、パターン的に言うと、まあ、シュールフみたいに縦の方向に行って寝かしてくるのが得意なタイプと、ジョン・ラームみたく、はい、腕は上がっていくけどクラブは後ろ側に使うタイプっていう2種類で、はい、僕は大きく分けていいのかなっていうふうに思うんですね。それで僕の方はちょっとどうしてもマッシュを入れてしまうと、はい、そのまんまこっち側から降りる方向がちょっと出てきてしまうので、はい、あえてちょっと後ろ側にっていう感覚を少し自分の中では入れてます、うん、はい、うん、それが ここまで大げさにはできないので、はい、まあ、これをすることによって滑らかな普通のスイングになりやすいっていうのを自分が分かっているので、はい、まあ、それをちょっと行うっていう形ですかね。そうですね、今みたいにクラブを立てといて倒して使う人っていうのはもうはっきりクラブが倒れるのが分かると思うんでいいと思うんですけど、はい、もう一パターンの荒木さんのように僕もちなみにそっちなんですけど、はい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 、最初から倒していった人の中で、はいはい、切り返しからクラブが立ってるのに気づかない人とかいるじゃないですか。その多くの人はやっぱりこの手首とか、うんうんうん、その体の使い方だと思うんですけど、はいはい、そういう方がちゃんと倒して使えるようになるために何か工夫できることっていうのはあったりしますか？あ、まあ、それを分かるようにするのにも僕このスティック棒っていうのがあると、はい、まあ、楽やなって思うのが見えますもんね。そうですね、うん、今宮本さんおっしゃったように
この倒れた最初から倒した状態から立ってしまう人っていうのはもうスティックボーが当たってしまうので、なるほど、もう完全に左足に当たってますね、はい、左足に当たってしまうのでこの時点でもう被るのが分かってくるし外から来るのも分かりやすい、はい、で感覚としてはこれが、ずっと前を向きながら僕の感覚では自分を中心に円を描いていくようにすることで、切り返しからのスムーズなダウンスイングインパクトに迎えられるかなって思うんですね。なるほど。これがまあ分かりやすいツールになってくれるかなと思うんですよね、はい、もちろんさっき何回も言いますけど、早くに立ってしまう人だと自分の方向に当たってしまうので、はい、まあ、これをなるべく当たらないようにまずはしていくっていうのがこの切り返しのところでクラブが倒れる方向に動くようになる練習になるのかなと思います、はい、この間僕のチャンネルでも、はい、こう5円玉を回すみたいな話をして、うん、はい、そういう手首の使い方をするとクラブもこう回って寝やすいよ、はい、そのタイミングで切り替えそうねみたいな話もしてるんですけど、はい、荒木さんの中でなんかそういう、はい、うまく回すためのイメージをする練習器具だったりします、はい、ありますか？はい、ですね、まあ、実際、はい、あの僕もさっきの五円玉の話じゃないんですけど、はい、まあ、ちょっと柔らかいものに少し、重たいものをつけて、はい、ビニールテープですね、それは、まあ、そうです、はい、これを例えば上にして下に引っ張ってしまうと、うん、クラブ、まあ、ヘッド自体が下の方に垂れてしまう、うん、こういう動きですね、はいはい、状態になるのでこれを、あ、ごめんなさいね、うん、うまく僕の場合はちょっとこう回転させながら使うとまたこれもちょっとこっち側に来たりとかして、はい、あれなので感覚としては引っ張る引っ張るっていう、うんうん、あのバックスイングを上げたところから引っ張ってくる、うまくこう引っ張れるような感覚を、これはゆっくりなんですけど、はい、ちょっとこう自分の感覚として持つだけですね。こう、なるほどですね。回すって言っちゃうと、はい、やっぱり多くの人がタイミングを取りづらいしハードルが上がってしまうと。そうですね。それでは、はい、まずはちょっとこう、はい、まずはバックスイングと、はい、引っ張る、この引っ張る動作がバックスイングとフォロースルーでつながってくると、これが例えば早かったらこういうふうに、はいはい、うまく動かなくなってくるので、うんうんうん、これをなるべくタイミングよく引っ張っていってあげると綺麗に動いてくるかなと思うんですね。やっぱり引っ張る動作、はい、例えばバックスイングでグリップを引く、はい、切り返しからグリップを引くっていうのがクラブの使い方ですよね、はい、そうですね、はい、だと思います。僕は、はい、僕もそう思ってます。 ありがとうございます。これはもうぴったりですね。それを荒木さんはその五円玉を回すってイメージじゃなくて、はい、こういったものをちょっと引っ張る動作で使ってあげると、そうするとクラブに置き換えるとそのクラブヘッドが自然と下がってきて、でまた手首もいいように使える、はい、使えるし間も勝手にできるしっていう、うん、まあ、最初はちょっと僕も回してたんですけど、はい、ずっとこうやって回して前回しじゃなくて後ろ回しのイメージですね、うん、まずここから入れていって、でここから先こうやって引っ張りながらこいつを今度はこっち側につなげていくっていう、はい、これはもうただ単に僕の中ではこっち側からこっち側から回すだけの感覚としてこいつを回したっていうだけですね。これをクラブに置き換えてもいいと思いますし。なるほど、はい、この感覚ですね。こういうのでやっぱりお家とかでイメージしてスイングを作っていくって非常に重要なことですよね。そうですね、はい、大事だと思いますね。アマチュアの方も、はい、荒木さんもこれ以外にも何パターンもイメージするための練習方法というか道具を用意してるじゃないですか、はい、もう練習器具マニアなんで ね、 そうですね、前回も言ったように、はい、ラウンドの時も言ったように、はい、練習器具マニアなんで、なので今日はまず一つ、まあ、2つですよね。その切り返しのイメージを作るために、うん、まずはそのシャフトが刺さったもの、はい、これ、はい、例えばシャフトを刺すことをしなくても持つだけでも、はい、これぐらいで短く持ってもいいと思います。いいってことですよね、はい、ですね、はい、でそうするとトップ上げた時にグリップエンドがちゃんとボールより上を向いてる、はい、そのまま切り返しができるかっていうことをやったりとか、はい、今みたいにちょっと回すというよりは、はい、引っ張る感じ。そうですね、はい、うん、こう右左ってゆっくり引っ張ってくる感じですね、はい、っていう使い方を覚える、はい、それをゴルフスイングにやっていく、はい、練習場に行かなくてもお家でこれやってるだけでまずいいですよね。全然いいと思います。全然変わると思いますし、はいはい、感覚として全然入ってくると思うので、まあ、これに、さっきの紐じゃないんですけど、はい、僕はグリップに、ホースを、まあ、ホースにグリップを刺してる、はい、これ単純にそれだけなんですけど、これも結局は一緒で、はい、僕は、紐を後ろに引っ張って引っ張ってくるっていうのをやっていたんですけど、はい、このホースもまあ一緒で分かりやすくて、引っ張って早く引っ張ると自分の方にホースが向かってきてしまうので、これをうまくここまでトップまで、待ってあげて、そこから先
こっちに引っ張ってあげる、うんうん、もちろんバックスイングも引っ張る、うんうん、引っ張るっていうのをやるとあの柔らかいものの方が分かりやすいかなと思うんですよね、うん、でホースはもうあのご自宅でも多分できると思うので、はい、アマチュアの方の練習にはすごいぴったりかなと思います。荒木さん、わざと1回切り返しから立てた時の動きってやってもらってもいいですか。ああ、もちろんです、はい、って言って体に当たっちゃったりするんですよね。めちゃくちゃ痛いです、はい、なるほど、痛いから覚えやすいですね。そうです、なんで今宮本さん言ったのかなと思いましたけどでもこうすると、はいはい、アマチュアの人もすごい分かりやすいと思うので、はい、単純にそれを柔らかいものを振ってれば自然と切り返しからいい倒し方ができて振れるっていうことを覚えられますよね、はい、そうだと思うんですよね、まあ、使い方がすごい良くなってくれると思うので、うん、でこれを使いながらさっきのスティックモーの方向だったりとかを確認していくと、はい、まあ、スイング的にはプレーに乗りやすいですし、うん、いい動きをしやすいかなと思うんですね、まあ、飛ばす準備ができるっていう。そうですね、はい、だそこからスイングにだんだんつなげていくようにすると、はい、ゴルフはやっぱりスイングを覚えやすいかなっていうことですよね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて、はい、そのインパクトから切り返しフォローの動きについて教えていただきたいと思うんですけど、はい、続きは、はい、サムライチャンネルの方でお話をしていこうと思います。ぜひお願いします。ぜひ切り返しで悩んでた方、しっかりこれだけドライバーで飛ばせる荒木プロでもイメージだったり仕草っていうのを大事にしながら練習しておりますので、真似してやってみてください。それが一番の上達の近道になっております。宮本ゴルフチャンネルの登録もぜひお願いしたいですが、はい、サムライチャンネルのチャンネル登録、そして高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ぜひお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。通知をオンにするにしていただくと動画の配信、その他のお知らせが確実にあなたに届きます。 LINE の登録もよろしくお願いします。こちらは YouTube ではお話のしてないゴルフ上達のためのヒントやレッスン会のお知らせなど情報を発信しています。こちらも無料で登録できますのでよろしくお願いいたします。そしてYouTube メンバーの登録もよかったらお願いいたします。こちらではゴルフ場でも役に立つワンポイントレッスンショート動画や YouTube メンバー限定のライブレッスン会、イベントなどの先行予約、その他 YouTube メンバーの方が受け取れる特典などこれから徐々に増やしていきます。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。